アバエ宇宙センターボリーバル宇宙活動庁はベネズエラの宇宙機関。ボリバル宇宙活動庁はベネズエラ宇宙センターを継承する形で2008年1月1日科学技術省の元に設立された。ベネズエラ初の人工衛星となったベネサットマイナス -1 の開発事業は2002年に始まり2006年に中国と協定を締結して中国で製造が行われた。 衛星は2008年10月29日に中国の最小衛星発射センターから打ち上げられ2009年から中南米向けの運用を開始し主に通信や遠隔医療、通信教育などのサービスを提供しているベネズエラは2009年10月の時点で国内2580機の衛星アンテナを付設しており2012年9月29日には中国の協力で 小型地球観測衛星、フランシスコ・デ・ミランダ、2017年10月9日には、アントニオ・ホセ・デスクレを打ち上げた。AB 中国が打ち上げた、ラテンアメリカ発の衛星、正常に運行中。サーチナ、ありがとうございます。